競馬 V の予想チャンネル始まるよさあ秋競馬頑張っていこう皆さん u ラインという競馬予想情報サイトアプリをしておりますかはいここのサイトはねこれがサイトでは常識となるということでまあ簡単にね、えー、LINE 会員登録まあ無料でできますんでもうあの無料情報登録だけしてもらえればある程度簡単なあのー、ね なんていうの配当をゲットして、えー、言うたらあの情報をいただけるんでもしよかったら参考程度にもしよかったら LINE 会員登録してもらったらどうかなと思っておりますはい多分あ,のあなたにとってもお得になる情報だと思いますんでもしよかったら無料登録だけでもしていってくださいよろしく皆さんおはようございますこんにちはこんばんは俺です競馬 V だよということで えー、アルゼンチン、共和国杯、東京メインですね、はい15時35分からスタート、芝の2500メートル、これがね、また東京なんでね、直線長いから面白いレースになってるんですよ、しかも2500というね、今回はですね、俺あの、距離実績で選んだ馬なんですけども、まあ、この馬ならやってくれるんじゃないかなという馬、うん、います。 はいそれがですねもう3頭当てはまっております、うん、もう今回当てんとねそろそろ当てとかんとやばいでしょう。と、ね、いうことで俺が今一番いいなと思っておるのがテーオーロイヤルでございますテーオーロイヤルねこの馬なんですけども、まあ、オールカマー,、えー5着で天皇賞春3着という実績もあり ダイヤモンドステークスそして尼崎ステークスと24003400とこの距離がね長い馬距離が長い馬いや距離があのー、長ければ長いほどこの帝王ロイヤル、えー、能力発揮するんじゃないかなと思っておりますはいまあ長距離向きな馬なんでしょうねで自分のペースでこううまいことやってくれれば自分内で言ってくれればあのー、全然 結果も出ますし、この4連勝はもうちょっとね。伊達じゃないですよね。ここね、うん、で天皇賞。あれもそのまま朝食行ってたんでね。ここは狙ってもいい1。頭だなと思ってます。でねえー、機種もそのままなんでいいんじゃないかなと思ってます。ただ、懸念するのはまあ、57.5、えー、背負うということなんで、まあ、そこはねえ版、ー、でやってもいいんじゃないかなと思っております。はい、そしてですね。次2頭目なんですけども俺がいいなと思うのはこの。 ハーツ・イスト・ワールこれねハーツ・イストワーールハーツクライ・サンクですねもうこの距離もう抜群じゃないですか2400から3000メートルねでなおかつやっぱり2600メートルも難な,なくこなしておりますし天皇賞・春はちょっとねえらい目を追ってますけどもまあ2400の実績もこうずっとありますし東京実績もありますんで <coughs> まあこの馬もある程度の能力が高い馬かなと思っております、はい そして最後なんですけどもどうしてもやっぱ気になる、えー、シールメール、えー、ボスジーラさんねここもやっぱね押さ、えー、えとかなあかん1頭かなと思ってますちょっと一時 <coughs> 低迷しておったんですけどもまたここでね、あのー、巻き返してきてるんでまあこのメンバー相手だったら、えーまあ、2着3着はあってもおかしくないなと俺は思っておるので期待大ですねここもねはい。 とということでアルゼンチン共和国杯なんですけども俺がええー、なと思うのは5番のテ王オロイヤルそして17番ハーツイストワール18番のボジラ、まあ、大外2頭になるんですけどもここは関係なく、えー、行くんじゃないかなと思っておりますはいなんでここはね生まれんとワイドだけ、えー、買おうかなと思ってますちょっと厚めに買ってみようかなと今回思っておりますんでよろしくお願いします、はい、もしよかったらチャンンネル登録コメント 高評価の方よろしししくお願いしますすそしてですね、あのー、説明欄、概要欄の方に競馬の予想無料情報サイトの方、えー、貼っておりますので、えー、簡単登録で無料情報だけ、えー、取ってもらったら結構ですのでもしよかったら簡単登録できますのでよろしくお願いします。はいということで土日またね、えー、競馬を楽しんでキャーって言って楽しんでいきましょうということでまたお会いしましょう。ではまたな 競馬 v でした。ブイブイ,ブイはい、競馬レポートやっております。競馬レポートはこれ中央競馬も地方競馬も勝てる情報盛りだくさんということで、会員何会数も多いし、こうなんせ見やすいんではい。一度ね。無料登録だけでもどうかなと思ってます。もう簡単です。 ここにステップ1、ステップ2、ステップ3があるだけで、もう簡単にね無料登録できますんで、もしよかったら無料登録だけでもしていってください、覗いてください。もしよかったらね説明欄の方に、えー、無料競馬サイトの方を貼っておりますので、一度、えー、無料登録だけでもどうかなと思っております。 チャンネル登録はし,しょい、絶対にチャンネル登録を知ってんね。ツイッターブログもやってるよ。